出るそうです。タコさん、一回見ていきますよ。ありがとうございました。はい。少ないうちに。あ、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。朝、おかえりなさい。いえいえ。そして皆さん、フォローしてみました。フォローは持ってないです。少しです。ああ、ぜひ。準備します。ちょっと待ちください。予約の対応も、あるの、何て言うか、できるか。どうしても、背景、こんな感じがします。めっちゃクラッシュ、クラッシュしたね。黒い、そういう黒い。動かすのがポケット Wi-Fi だと無理、難しいかもしれないですが、はい、じゃあいいかな、始めますね。はい、じゃあちょっと始めさせて、いただきます。そうですね、ドットネット600でちょっと今入り口、下の入り口の案内をやってたんで、ちょっとすみません、オープニング聞けてないんで、ちょっとどういう流れでやるのかよくちょっと分かってないんですが、まあ第1弾、B の部屋ということで、今日はレコーディング&リプレイをホロレンズということで、まあ、ホロレンズであるとか、まあ、VR アプリケーションで、まあ、録画やリプレイをやってみようということをちょっと試しましたという内容をちょっと発表したいと思います。で、まあ、人数も少ないんで、また気になることとかなんかあったら、その都度質問していただければというふうに思いますが、これ、切れないのかな、ちょっと待ってくださいね。はい。で、ちょっと簡単に、まあ、自己紹介で、林と、申します。で、まあ、ね、XR 系、まあ、VR であるとか、ホロレンズの開発というのを、まあ、中心に、やってまして、まあ、医療系のものであるとか、あと、まあ、製造業さん向けとか、あまりゲームとかやってなくてですね、まあ、ビジネスで使うようなものを主に、まあ、開発をしています。あと、まあ、ホロレンズは日本で発売前から、何とか入手して、それで、いろいろ、まあ、試したいと。いうこともやってますので、まあ、このツイッターのアカウントであるとか、あとブログやなんかで、ホロレンズのドキュメントの日本語訳を一部行ったりとか、いうことをやってて、もう2年ぐらい触ってますので、割とホロレンズのことは、詳しいと思いますので、何でも、また聞いてください。どんどん毎日つけてます。その家にもヘッドマウントディスプレイがどう今6個ぐらいとか、何個あるかな、なんかもう何個あるかよくわかんないぐらいになって、ほとんど毎日こう、取っ替え、引っ替え、バイブつけて、フォローつけてとかっていう感じでやってます。まあ、開発だと今ユニティと、あとアンリアルエンジンとかをやることが割と、はい、多いです。今日の内容なんですが、各種データをまあシリアライズできる、便利な C シャープライブラリーね、メッセージパック for C シャープというのをちょっと紹介したいというふうに思ってます。あ、その前にホロレンズ持ってる方って、どれぐらい、そうですね、持ってる方はよく知ってる方ですね。でもやっぱ名古屋でちょっと使ってる人はやっぱ少ないんですが、はい。で、あとこのメッセージパック for C シャープっていうのを使ったことある、触ったことある方っていうのは、あ、いらっしゃるんだ。
あともう、すいません。初歩的な内容で、あれかもしれないですけど、まあちょっと今日はその内容を、ちょっと、説明、あと、まあその VR やなんかで使える方法っていうところをちょっと紹介したいというふうに思っています。結構その VR や AR で、まあ動きのデータを全部取ろうと思うと、結構のデータ量になってしまうので、まあそのデータをいかに、まあ軽くしてであるとか、実際滑らかに動かすかみたいなところをいろいろちょっと試したので、まあその知見を、共有できればいいかなというふうに思っています。あと、メッセージパック C シャープは、まあ、ユニティじゃなくても、まあ、普通に C シャープでも動きますし、あと、まあ、ホロレンズじゃなくても、Android でも iOS でも、動くので、まあ、汎用的に、まあ、当然 Windows でも動きますし、まあ、汎用的に使えるものなので、まあ、一回しとくとすごく便利なんじゃないかな、というふうに思ってます。なんか、普通に考えると、まあ、JSON でやればできちゃう。ようなことを、でもまあ、JSON だとデータ量が重すぎて、まあ、耐えられないような高速な処理も、まあ、メッセージパックを使うことで対応できたりというところがあるのがメリットかなというふうに思っています。で、そうですね、今日ちょっと見せる内容はこっちにしても、まあ、結局どういうことやるのかという話なんですが、最終的な動きの部分をちょっと見ていただこうと思うんですが、ちょっとうまくいくか心配ですが、これホロレンズで自分の頭の動きと、まあ、手の動きをなんかを、まあ、先に録画をしてるんですが、ちょっと変な人ですが、まあ、そうですね、ちょっと簡単なデモなんで、まあ、動かして手をとかで操作したものが、まあ、リアルタイムで、まあ、記録ができて、まあ、それを再現できるというようなことを、やってます。まあ、こういうことが、まあ、フロレンズとか VR でも簡単に、まあ、これ本当にちょっと、簡単な例なんですが、まあ、リアルタイムで流せるものを、作れますよというような内容になってます。どうですかね、興味ありますかね。はい、どうぞどうぞ。はい。指を立てるらしいので、よくわかんないですけど、さっきの姿勢は、はい。自分の姿勢ですか。姿勢は結局、ホロレンズでやると頭と手しかとりあえず取れないので、まあ、バイブとかでやればトラッカーとか、いろいろやり方はあるんですが、今は頭と手の情報だけ取って、IK、インバネティック・キネマティック、違うな。そんな感じの、モデルの IK を使って、要は頭を下げると腰とかを勝手に計算してから、VTuber とかで使われてますね。VTuber とかも大体、まあ、手と頭とかでやって、あと、まあ、ここの中間の関節の動きは、IK で勝手に計算してもらうようになってるので、まあ、それを使うことで、まあ、実際はこの先っぽとここの、座標しか取ってないんですが、それをもとに、まあ、関節をどう動かすかとか、そういうところを勝手に IK を使うとやってくれるというような内容になっています。はい、で、メッセージパック C シャープとはということで、まあ、どんなものかっていうと、まあ、GitHub 上に、まあ、MIT ライセンスで、公開されてます。で、まあ、メッセージパックっていうのはバイナリーシリアライザーの、まあ、C シャープ版になってます。で、まあ、メッセージパックというもののライブラリは、まあ、いろいろあるんですが、特にまあこの C シャープ、このメッセージパック C シャープというのはまあパフォーマンスがすごく高速に動くというところが特徴になっています。で、これ GitHub のサイトにあった比較の表なんですが、シリアライズとかでシリアライズを、まあ、例えば JSON 系でやると、まあ、時間的にこれぐらいかかるのが、メッセージパック C シャープ使うと、まあ、これぐらい、どれぐらい、10分の1とかぐらいで、まあ、シリアライズ、デシリアライズができますというのが、特徴です。あと、普通、他で、まあ、一般的にある、まあ、メッセージパック CLI とかよりももっと早いというような内容になっています。なので、まあ、とりあえず早、でかいデータが、まあ、早く処理できるというのが一個特徴です。あと、互換性も高くて、
そう、最初このメッセージパックを使うきっかけになったのが、まあ、これだったんですが、.NET フレームワークにあるバイナリーのシリアライザーとして、バイナリーフォーマッターっていうのがあって、普通、まあ、これをとりあえず使う、これだとすぐ使えるんですが、使えるんだけど、まあ、ホロレンズでは動かないですね。で、まあ、ある案件で、このバイナリーシリアライズ、他のデバイスで取ったデータを、ホロレンズで使おうと思ったら、ユニティエディター上では動いたけど、いざビルドしたら動かなかったというところで、まあ、どうしようというところでいろいろ調べている中でも、メッセージパックシャープにたどり着きました。なので、まあ、いろんな、あと iOS なんかでも動くので、もう互換性が高いんで、ホロで作ったデータを iPhone で使うとかいうときも、まあ、すぐに使えるので、デバイス移植の問題が起きないのがいいかなというところです。あと、まあ、Unity に強いっていうところで、Unity 向けには、Vector3 であるとか、の、まあ、シリアライズが特に、まあ、高速にできるように、まあ、特別のチューニングがされてます。で、まあ、これがあると、まあ、巨大なデータ、1データを管理するのがすごく便利かな、というような、ものになっています。あと、その、クォータニオンとか、まあ、Unity 特有の、何でしょう。構造体やなんかも、まあ、そのまま使えるので、結構、簡単に、まあ、Unity で使うときに使い、取りたいデータが、パッとすぐ使えるというのが、すごくいいところかな、というふうに思っております。で、まあ、実際、まあ、Unity 上で、まあ、HoloLens で動かすときの、まあ、使い方っていうところをちょっと、紹介していこうと思います。多分、今日のやつ見れば、多分、皆さん誰でもパパッと使えて、絶対ハマるポイントがあるんですけど、そこの部分の説明しているので、多分同じ部分でハマると思うんで、今日の話聞いてれば、多分 Android とか iOS とかでも、すぐに使えるかなと思っております。で、まず、そうですね、GitHub で Unity 用のパッケージが配布されているので、これを、ダウンロードしてください。で、まあ、新規プロジェクト、この辺は Unity の普通の話なんですが、新規のプロジェクトを、まあ、作ります。まあ、この場合は、Unity 2018の2系で、やってます。で、まあ、HoloLens でやる場合のケースを説明してるんですが、まあ、いらない Unity パッケージを削除ということで、これメッセージパック関係なく、Unity で新規プロジェクトを作ったやつを HoloLens でビルドしようとすると、ほぼ、100% この、余計な標準に入っているパッケージのビルドエラーでこけるので、まあ、いらないパッケージは削除します。これもちょっと削除済みの画面なんですが、普通にプロジェクトを作ると、なんか、スマホ用の個別課金のパッケージであるとか、広告用のパッケージとかが勝手に入ってきちゃうので、まあ、そのあたりをまず除外をします。で、まあ、ダウンロードしてきたメッセージパックの、Unity パッケージを、まあ、プロジェクトにインポートします。で、まあ、これで、ほぼもう、環境の構築はもう完了ということになります。まあ、すぐですね。で、まあ、実際の、まあ、メッセージパックの使い方ということで、まあ、ちょっとクイックスタートっていうのが、まあ、チュートリアルがついてるので、でもそれのやり方を簡単に説明をします。で、まあ、チュートリアルにある内容なんですが、チュートリアルと、まあ、こういうデータの定義をしました。これでポイントが見えるのか。そうですね。まあ、普通に JSON とかでも使うような、まあ、クラスを作るんですが、もう決まり事はほぼ2つしかなくて、そのクラスの上にメッセージパックオブジェクトっていうのを書きます。あと、シリアライズ、デシリアライズしたい項目の上に、キー012っていう風に番号を送ってきます。まあ、普通にクラスを作ってもこの辺シリアライズしたいデータをこれを上に書いてあるということで、できます。まあ、この場合はマイクラスっていうので、エイジ、まあ、年齢と名前と名字っていう、あとまあフルネームはイグノアメンバーっていう風にまあ無視するってなってるんですが、で、これとまあ、そうですね、名前と年齢、を、まあ、管理するクラスを、まず作ります。で、それに対して、まあ、簡単な使い方なんですが、まあ、今のマイクラスを最初生成して、年齢99歳、名前
なんちゃらっていうふうに、まあ、作ったやつを、あともメッセージパックシリアライザーでシリアライズすると、まあ、バイナリのデータになります。で、ここでも今、テストなんで、すぐデシリアライズしてるんですが、このデシリアライズでマイクラスで今のバイトを、MC2 に戻してやると。いうので、これで一応バイナリ状態でデシリアライズできてます。あと、これがメッセージパックシリアライザーで、まあ、バイナリにしたものを、まあ、2JSON と書くだけで、すぐに JSON にも変換ができるので、まあ、バイナリになってると中身がよくわかんなくなっちゃうところもあるので、途中でまあ、デバッグしたい時とか、まあ、簡単にちょっと一部の項目だけ取り出して、条件分岐して処理進めたいときは、まあ、とりあえず JSON に戻しちゃうっていうのは、すぐできるようになってるので、まあ、これで、すぐまあ、JSON の内容がすることができますと。だから本当に今、実際の人にまあ、この2行書いてるぐらいなんですが、まあ、これを、このスクリプトを実行すると、今、ユニティのデバッグログに出てるって、ちょっと見えるかあれですが、まあ、JSON 形式になった、先ほどのマイクラスのデータが、まあ、名前に出力できるということに、まあ、なっています。まあ、こんな感じで、割と直感的にシリアライズとかデシリアライズ、あとまあ JSON 変換がちゃちゃっとできるというのが、まあ、便利なところかなというところです。ほんと難しいことはないです。で、次に、ちょっとさっき話したユニティに強いっていうことでお話をすると、まあユニティ向けの機能拡張がされてるんですが、まあ、ユニティ向けに、まあ、この辺の構造ですかね、ベクター3とかベクター4クォーターニオンとか、まあ、色とか、マトリックス 4x4 とか、まあ、よくユニティで使う、内容が、まあ、対応がされているので、まあ、そのまま普通の C シャープとしてだけじゃなくても、ユニティ拡張もされているので、まあ、取り扱いたい、まあ、トランスフォームのデータを変換するとか、時も、まあ、あと簡単にできるように、なっております。と、あと、これちょっと話が一瞬飛ぶんですが、メッセージパック、まあ、実際使ってみるときに、GitHub 上でサンプルのシーンがあるんですが、それ多分動かすのが、普通に撮ってくるとぶっ壊れてるんですね。なので、ちょっとその場合は、まあ、このシーンをまたどっかであげると思うんですけど、まあ、この辺の、なんだ、内容が、インスペクターの内容が飛んじゃってるので、サンプルプログラムを動かすときにこれを、設定しないといけないので、ちょっとこのシーンをまたアップしとくので、多分サンプルシーン動かしてみようって時に絶対ハマって1時間ぐらいは時間取られちゃうと思うので、まあ、この画面の、ま、ここ見てやればすぐ復活できるので、もしちょっと、試してみたいという人は、ぜひ見てみてください。で、その GitHub にあるサンプルのところで、まあ、いろんな、テストであるとかが、まあ、サンプルのコードもいっぱいあるので、まあ、これで動かしてみると、ちょっと今日全然細かい話をしないんですけど、まあ、圧縮のやり方であるとか、他のいろんな、まあ、テストの仕方なんかも、まあ、ここに載ってるので、ぜひまた見てみてください。そうだ。で、この、なんだ、メッセージバッグ、C シャープ作ってる人の UniRX って言ったら Unity のリアルリアクティブエクステンションでしたっけ、あれ作ってる人と一緒の人なので、コードの書き方もすごい綺麗でというか、すごくこのサンプルコードもそういう意味でも勉強になるので、また見てみるといいのかなというふうに思っております。あ、で、そうですね。ちょっと、重要になるところを拡大したのもあるので、もし、ちょっと、多分やってみようって人以外はあんまり意味ない情報なんですが、またこの資料をアップしたやつをやってみるときに見るとすごく便利なところなので、ちょっとぜひまた覚えておいてください。で、次、実際、じゃあさっきなんだ、プロレンズでこう、動きを管理するっていうことをやろうとしたときに、まあ、どういうクラス設計にしたらいいかなというのをちょっと考えてみました。で、多分これも汎用的に使えるので、まあ、このままじゃなくてもいいんですけど、まあ、参考になるかなと思ってるんですが、これでも自分のトランスフォームを、まあ、管理するっていうので、まあ、ベクター3でポジションを管理、で、クォーターに呼んでローテーション管理で、ベクター3でスケールを管理、
あと、まあ、時間軸でやっていくので、今がフレームの何秒目かっていうのを、まあ、タイム、フロートでタイムで管理します。で、それを、まあ、セットデータでできるような、メソッドを作ります。で、この MyTransform っていうので、そのユニティのトランスフォームの3つと時間軸が管理できます。で、これを、配列に、とにかく突っ込んでいくというか、という、まあ、時系列、かつ、まあ、複数のオブジェクトを管理できる。これまで複数じゃない。ちょっと複数の話は後だ。まあ、多分こういう構造体を作ります。で、これを実際にやってみると、そこにか。あ、そうですね。このコードは GitHub に上げてるので、また、いつでも見れます。で、ちょっとこれで、今の構造を単位で管理したものを確認すると、今これ青いキューブが、リジットボディで物理的に バウンドしてます。で、多分これを録画開始っていうので、録画すると、これで今、青いキューブの動きを中で録画してます。で、録画止めます。で、再生をすると、今度オレンジ色の、こっちは物理、リジットボディとか入ってなくて、今の青色のデータの記録を真似している状態になってます。まあ、これぐらいが滑らかにというか、ちょっともう一回やってみると、多分さっきと違う動きするんで、あ、でももうわかんないな。今、また再生してみました。まあ、途中で止めちゃったんで、まあ、撮ったとこしか残ってないんですが、まあ、こんな感じで、まあ、中でも時間軸で制御されているので、まあ、これで再生ができるというふうになっています。今見たのが、そういうやつですね。まあ、こんな感じで、とりあえず1個のゲームオブジェクトの動きを、まあ、録画再生ができるように、さっきのクラスでなりました。で、次に、じゃあこれをまあホロレンズに移植していこうというところで、ここで結構ちょっとハマるところがあるんですが、まあホロレンズ上で今 UWP で動かしながら、あと MRTK って言って、ホロレンズで使え、いろんなジェスチャー操作とかを管理できる、マイクロソフトが出してるミックストリアリティツールキットっていうのがありまして、まあそれを組み合わせたアプリケーションの中でこのメッセージパックを使ってみるということをちょっとやってみました。で、まあ、ホロレンズ用のプロジェクトの場合は、まあ、ホロレンズやってる人は大体ご存知で、だと思うんですが、まあ、そうじゃない方向けにもお話をすると、ホロレンズ用のアプリケーションは、ホロレンズは中にの Windows の OS が入ってるんですが、普通の Unity でスタンドアロンビルド、64ビットでのスタンドアロンでビルドしても動きません。ユニバーサル Windows プラットフォームっていうので、かつ32ビットでビルドしないと、ホロレンズでは動作が。しないです。でも結構ここで苦労することが多いんですが、なんで最近の世の中のライブラリーがだいたい64ビットでビルドされているので、結構32ビットでビルドするためには、もう一回ソースコードとか、これ専用にビルドし直したりとか、そういうことが結構必要になってくるので、ちょっとアーキテクチャが古いというか、多分 CPU のスペックの問題だと思うんですよ、まあ、電力と。まあ、このユニバーサル Windows プラットフォームの32ビットで、ビルドする必要があります。なので、ホロレンズ用のアプリを作る Unity のプロジェクトの、まあ、ターゲットを、まあ、UWP しますと。あと、スクリプトバックエンドを、今回のどっちでも動くんですが、まあ、今回は IL2CPP というので、やっております。あと、先ほど言った MR、ミックストリアリティツールキットというのは、これはマイクロソフトの GitHub からダウンロードができるので、まあ、ここからインポートします。で、まあ、この辺はこういう感じで設定します。で、じゃあこれで、メッセージパックをじゃあ動かしてみようとすると、まあ、まず、すぐエラーが出ます。まあ、こんな感じの、オートマタディクショナリー CS っていうのが、見つからないぜっていう、まあ、エラーが出ます。で、まあ、これの解決方法結構強引なんですが、まあ、このスクリプト自体がホロレンズでなくても動くので、まあ、全体を、まあ、ユニティ
WSA で、まあ、囲んでやって、まあ、あの、ホロレンズ用の時はこのソースコード全部除外してやるという分岐を、かけてやります。で、そうすることでとりあえずビルドはできるようになるんですが、ジェネリックリスト型とか、まあ、リスト型のデータがちょっと使えなくなっちゃうというところがあるんですが、まあ、とりあえず動くので、あの、いいと思います。あの、メッセージパック C シャープの GitHub の一周にも上がってるんですが、作者の方が、やっとくねって言って、そのままこの件、ほっとらかしに4ヶ月ぐらいになってる件なので、まあ、とりあえず、で、結構みんな困ってる感じなんですけど、まあ、あの、これで囲んだれば、とりあえず動くので、あの、とりあえず動かそうと思ったら、まずこれでやらないといけないです。まあ、気づけばすぐです。で、これをやっても、まだエラーが出ます。まあ、ちょっと細かいエラーの内容はいいんですが、まあ、最終的にスクリプティングランタイムバージョンを、.NET 4X に変更します。これ、もともとが 3.5 になってるんですが、4にすれば、あの、このエラーはなくなります。これも、まあ、気づかないと余ります。で、これやってもまだ、エラーが出るんですが、これは、Android や iOS であると、Windows のスタンダローン以外ではみんな共通して、あの、出てくる話になるんですが、メッセージパックが、なんかそのまんまのコードだと、ややこしいな、そう、スタンダローンビルドしか対応してなくて、それ以外でも使おうと思うと、まあ、さっきの、あの、クラス、まあ、こういうやつを準備した後に別のツールで、ジェネレート CS っていうのを自分で作ってあげないといけないです。ここがちょっと、スタンドアローン以外はめんどくさいんですが、このリゾルバーっていうのを自分で準備してあげないといけないです。で、それを作ろうと思うと、まあ、同じ GitHub にこの MPC-EXE っていうのがあるので、これをまあ、ただ実行するだけなんですが、これ一回実行してあげると、メッセージパックジェネレーテッド CS っていうのが、勝手にソースコードが生成されるので、まあ、それを一回実行してやれば、このエラーは出なくなります。まあ、結構簡単で MPC-EXE で、まあ、Unity プロジェクトの C シャーププロジェクトを指定して、あと書き出し先、この、書き出されたメッセージバックジェネレーテッド CS をどこに配置するかっていうのを、まあ、引数で、まあ、入力の i と o を指定して、コマンドパチってやってれば、一応中は勝手に、コードを自動生成してくれます。で、これが、その Android や iOS の必要になるので、ちょっと最初わかりにくいですが、まあ、そういうもんだと思えば、まあ、もうやるしかないんですが、そういう実装になっているので、ちょっと注意が必要です。で、この、そうですね、UWP の場合は、このメッセージパックジェネレーテッドを、まあ、作ってやるっていうコマンドを打たないと、このエラーが出て止まってしまいます。で、これやってもまだエラーが出まして、今度はですね、さっき言った MRTK、ホロレンズのミクストリアリティツールキットの、ここでエラーが出始めます。で、先ほど説明した MPC-EXE っていうのがリゾルバーのコードを出すときに、プロジェクトに入ってるソースコードなんか全部解析しちゃうみたいで、その中で、シリアライザーとかフォーマッターっていう名前の関数が入ってると、そこの部分でなんか名前が重複しちゃってこけたりとか、変なエラーが出たりするので、いろんなライブラリーを入れた状態でジェネレートすると、こういうエラーが出ることがあります。なんで、先ほどのリゾルバーを生成するときに、いろんな他のライブラリー入れた状態で実行するといろんなエラーが出るので、そっちをリネームしたりとか、こちょこちょ手で直していくか、まあ、それか、MRTK とか他のライブラリーがない状態で、これが、一番必要な、まあ、こういう、本当に必要なコードの部分だけをプロジェクトの中に置いといて、先にジェネレートしといて、まあ、それを持ってくれば、他の解析が進まないので、まあ、場合によっては別プロジェクトでジェネレートだけしといて、それを移植するっていうのが手っ取り早いかもしれないです。まあ、ちょっとそういう、エラーが、も出ることがあって、まあ、ホロツールキット使ってると絶対、この、同じエラーが、
出ます。これ、あれ、解説方法書いてないのかな。あ、で、今回の、場合は、MRTK のコードを一部書き換えました。なんかその、レコグナイザースタートビヘイバーっていうのが、これが2個重複して登録されてるよっていうエラーになってしまうので、でも、無理やり2つ目の方を、まあ、スピーチレコグナイザーの方に入ってた、レコグナイザースタートビヘイバーを無理やり、まあ、前にスピーチっていうセットを位置づけて、スピーチレコグナイザースタートビヘイバーって名前に変更してやって、もう一回ジェネレートしたらエラーが出なくなったので、まあ、今回はそれで、まあ、他の部分も一通り動いたので、まあ、そういう対応を行っております。あと他にも、このホロレンズでやってるといろいろ出る UWP ならではの話で、あの、上田さんなんかいつも苦労されてるかもしれないですけど、まあ、Unity エディター上では動くのに、実際ビルドしてみると動かないっていうものが、UWP のアプリケーションではあるので、これメッセージパックとかあんまり関係ないかもしれないですが、まあ、メッセージパックで実装するときも、ファイルの読み書きやネットワーク通信周りとか、アセットバンドル周りの実装は、あの、スタンドアローンと UWP で分岐してコード書かないといけないので、でもメッセージパックで、作ったバイナリーデータをファイルに書き出すという処理は、スタンドアローンで動くと、UWP の時で実装を分けないといけないです。まあ、その辺、スクリプト見れば、ちょっと説明します。今からホロレンズやってない人はあんまり関係ないかもしれないですが、例えば、この辺とか、これは何してるんだ。エディター上ではファイルの保存先をストリーミングアセットパスに保存してるけど、ホロレンズ上ではストリーミングアセットパスに書き込み権限がないので、代わりに Windows Store アプリケーションデータカレントローカルフォルダーパスに書き出してるとか。まあそういうふうにエディター上とあの実機上では違うところがホロレンズ一般であるので、そういうまあ分岐は必要になってくるので、まあ今回のコードをその GitHub に上がってるやつもその辺の分岐も入ってるので、まあやるときに参考にはなるかなと思います。で、まあいいか、これあともいい UWP のプラットフォーム依存コンパイルはまあいろんな種類があって、それぞれエディターで動くやつとか動かないやつとかあるので、もうちょっとこれは細かい話なんで、ちょっと省略しますが、やり出すとこの辺知らないとハマるようになっていきます。あと、まあ、キューブを複数にするっていうので、次にやったのですが、でキューブをまあ複数管理できるようにっていうので、まあ、このサンプルコードを、もう最初 GitHub のコードを見てもらうのがいいかもしれないですけど、まあ、マーク04っていうので、まあ登録したい、レコードしたいゲームオブジェクトを、これなら5個ってなってて、この青色のキューブを、まあ、こういうふうに、1に、4つと、あとその上の親のやつを、これでレコードします。で、それに対して、それを今度再生したいオブジェクトっていうのを複数個登録するっていう、まあ、クラス、まあ、構造を作りまして、まあ、こういう仕組みを作っておくと、まあ、VR であるとか、プロレンズの空間上で、録画したいものを、この配列に突っ込んでやれば、それで、まあ、録画が
できます。まあ、再生したいときに、まあ、同じものでもいいんですけど、まあ、再生用のオブジェクトを分けたいこともあったりするんで、まあ、再生のときはこっちを使うみたいなことを登録して、まあ、こういう構図を作ってやれば、まあ、空間上の何を取って何を取らないかみたいなところをやると、まあ、ドラッグアンドドロップで管理ができるので、まあ、こういう構造を、作りました。これでやると、ビルドしてない状態で、さっきクラッシュしたんで設定がちょっと元に戻っちゃってます。これ今あのこのホロレンズで見てる状態になってるんですが、死んだ。ちょっとこれの説明だとしよう。そう、ちょっと今固まっちゃったんで、ちょっと後回しにします。で、まあ、複数個を取ることができます。で、ホロレンズで、まあ、動かしました。で、ちょっと次の話で、さっきちょっと見せた、実際のホロレンズで、あの、体の動きを取ろうとするのが、まあ、ワーク05っていうソースコードで、やってます。で、さっきちょっとあの、ユニティで見ていただいたインスペクターに、その、録画したいオブジェクトを、あの、まあ、ドラッグで突っ込んでいくっていうのがあったんですけど、まあ、その流れの中で、あの、複数個あるところに、まあ、頭のオブジェクト、カメラオブジェクトを、まあ、突っ込んであって、あと手に次々するキューブを、の設定してやるっていうだけで、その録画ができるようになっております。ちょっと、ユニティをしたんで、それがもっと見せれるか。ちょっと、パッといけないんで、でも、残念ながら省略します。まあ、ちょっと最初に見ていただいたように、まあ、録画ボタンをホロレンズ上で押して、まあ、手を動かしながらうろうろすると、その状態が、あの、さっきのあの IKEA のついたモデルに反映がされるということが、結構簡単にできるようになっています。で、まあ、そういうものをいろいろ作ってみました。で、さらになんですが、まあ、これでメッセージパックで録画したものを、発展として、あの、Unity レコーダーっていうのがあるんですが、これはこれで便利で、これとまあ連携させることができます。あの、Unity レコーダーっていうのは、あの、Unity エディター上で動くも録画をするツールで、あの、VR の空間やなんかを、まあ、360度の動画として、あの、エディター上で録画することができます。あと、今メッセージバックでやったように、ゲームオブジェクトを指定してやると、まあ、それの動きを Unity レコーダーでも録画ができて、かつそこからアニメーションクリップを勝手に作ってくれるということができるようになってます。なので、これを組み合わせると、今のメッセージパックで VR 空間の録画を実機で行って、それの録画データをエディターに突っ込んで、エディターで再生してる状態を Unity レコーダーで録画したると、そのメッセージパックの内容をアニメーションクリップに変換ができるんですね。で、アニメーションクリップに変換ができると、ややこしいですが、あの、タイムライン上で、そのアニメーションのシーケンスが確認できるので、それをもとに、まあ、必要な編集というか、あの、ノイズの入ったデータを調整したりであるとか、まあ、撮りたいアニメーションの部分、クリップだけトリミングしたりということが GUI でできるようになるので、まあ、場合によっては、なんか、VTuber みたいなものであるとか、なんか、女の子に動いてもらったデータを、メッセージパックで録画して、それを
Unity レコーダーでアニメーションクリップに変換して、それをまた違う 3D モデルのアニメとして使うというようなこともできるようにはなるので、結構、まあ、これで、まあ、プラスで、まあ、細かい編集であるとか、撮った後のデータを、まあ、使うという意味では、これ使うとすごく便利かなと思っています。まあ、アニメーションクリップになるので、まあ、他のいろんなデータにまた応用させることができるかなというふうに思っています。あと、時間ぐらいだな。IK を使った、さっき 3D モデルを使ったんですが、これはビッグスターモーっていうものかな。これ昔からあって最近 Adobe に買収されたんですが、まあ、ここを使うと、まあ、いろんな IK 付きのモデルやなんかっていうのをダウンロードができるので、まあ、フリーで使えるものも結構ありますので、これも知っておくと便利かなと思ってます。はい、ということで、そうですね、まとめとして、まあ、メッセージバックも割と簡単に使えてすぐにリフレームできるのと、まあ、JSON への相互変換も簡単なので、取り扱いがすごくしやすいと。で、まあ、VR コントローラーへもすぐに使えると。で、あと、まあ、マルチプラットフォームで、まあ、Vive や HoloLens で取ったデータを Android で再生したりということも簡単にできるので、まあ、知っておくと、すごく便利。まあ、今後いろんなセンサーものとか出てくると、デバイスでいっぱい出てくると思うので、まあ、そういうものの録画再生っていうのにとても便利なツールなので、ぜひちょっと知っておいてもらいたいなと思って紹介しました。で、今日見せたやつは、今 GitHub のここに上がってますので、HoloLens でもすぐ動かしたりとか、いじくれるので、ちょっとまだぜひ見てください。ということで結構時間いっぱい使っちゃいましたが、以上でございます。ありがとうございます。はい、なんか ご質問とか、ダメ出しとかあれば、どうぞ。さっきのホロレンズからのデータを、飛ばすのっていうのは、ホロレンズで確か、ホロレンズ自体で動くアプリと PC で動く、あ、はい、ホロレンズだけでもそのぐらいの負荷っていうか、できる。あ、録画したりは、そうですね、大丈夫。ホロレン今ちょっとユニティータ上でやったんですが、ホロレンズ自体でも滑らかに動かすことはできます。あと、今実際ちょっと別のやつでやってるのは、やっぱデータ量はそれなりに大きくなるので、録画のフレームは秒間5コマとかに絞っといて、で、再生するときに、まあ、フレームがそうすると間が空くので、そっちは再生側をアニメーションで保管するとか、いうことをすると滑らかに動かせます。で、例えば、Vive で 90fps で動いてるデータを、取ってきて、それを iOS で見ようと思うと、iOS が 30fps で動いてると、どっちにしろ 90fps のデータを、iOS 側で処理しきれなくなっちゃうので、まあ、初めから間引きしたデータ作っといて、まあ、間をアニメーションで保管するっていうふうにすると、まあ、ロースペックの端末でも、再生が、しやすくなるので、まあ、実際やるときは、そういう間引きをして、今は、はい。やってて、ただ今ぐらいの処理はホロレンズのスペックでも全然、まあ、フルで回しても大丈夫なぐらいですね。はい。どうぞ。いいですか。はい。最後のセンサーからのデータを飛ばすのに使えるかちょっとよく分かんないんですけど、具体的というか。例えば、ね、加速度センサーのデータをリアルタイムで取ってきて、まあ、それを録画というかキャプチャーして保存しておくであるとか、まあ、そういうことにも使えるのかなと。一旦保存して使いたいときに使うっていう、はい。キネクトのデータとかも やれないかなっていうのをちょっと試してみようかなと思ってはいるんですが、そういうところでまあバイナリーデータをの入出力を素早くするっていう意味ではんじゃないかな。まあ、C プラとかでやった方が早くはなるのかもしれないですけど、いろいろちょっと深みにはまっていくところもあるので、まあ、ある程度手軽に、ある程度高速でやるっていう意味では、すごくいい選択肢になるかなと。で、まあ、これでもうやれなかったらもう C プラに手を出すとか、そういう話になるかなと思っております。田辺さんとかいいですかね。いや、あれ、パスすぐできるようになったって話は
あ、パスするっていうのは、カメラから撮ったやつをそのままホロレンズ上でエンコードせずに映像をそのままエンコーダーサーバーに投げて、あミラキャスト、ミラキャスト、ミラキャストが対応してるのと、あと実際ローレーテン CMRC っていうのがあって、どこかな IIS、ホロレンズ上の IIS でエンコードかけるわけじゃなくて、できるようになったって聞いて、そう、低遅延でやるやつは別で、マイクロソフトが出してて、それを使ってて、それとほぼ遅延、人間が見ても感じないぐらいというか、ではやる方法が今出てきてはいますね。新しい、あれですね、OS のビルドじゃないとダメだってやつでしょ。あ、それは、低遅延のやつ、あ、それはミラキャスト配信は新しい OS じゃないとダメで、それより早いやつっていうのが、ちょっと前からあるのは。あ、そうなんですか。はい。ちょっと今、パッとデモはできないの。パッとデモはできないですが。これだけ見ても何もわかんないと思うんですけど、これが低遅延配信の再生アプリで、ちょっとホロレンズ側で配信始めればここでリアルタイム受信ができるんですけど、ちょっと今、動かせるやつ、かつ人に見せれるやつがちょっとないかもしれないですね。ただ、そのミラキャストが、今回、今月からの RS5 で使えるようになったので、そのミラーリングっていう意味もすごく最近やりやすくなったかなというふうに思っております。一日でもあれですね、ミラキャストやるにしても、スタンドアローンじゃなくて、ちゃんとネットワークにつながってないとダメだ。そうですね、そうなりますね。で、いろいろ試したんですけど、USB ケーブルも結局できないので、やっぱり現場とかだときつい、無線きついじゃないですか。ただ、いろいろそうなんですよね、ケーブル有線試してるんですけど、今のところいい解決策が ないですね。残念ながら。はい、という感じですかね。で、またちょっとホロレンズ触ってみたいという方は、今日これ持ってうろうろしてるんで、ぜひちょっとまた声をかけてください。はい、ということで、じゃあ、終わりますので、ありがとうございます。時間もしっかり。さあ、5分早かったですか？あ、そうなんですか。向こうも終わってる。あ、向こうも終わってるんですか？今終わってるんです。まあ、各所で。すいません、Wi-Fi がうまく、ポケット Wi-Fi を持ってきてやってたんですけど、やっぱりちょっとこれだと無理が。どんなスペックだっけ？ Wi-Fi で、つまり外と通信するのが良くなかったので、ちょっとこう、はい、ダメだった。インターネットが出ていかないと。これのデモ自体はローカルネットワークで行けたんですが、はい、横の通信ができるタイプじゃないと。ということは、IP アドレスが割り振れるような。あ、そう、DHCP で。はい、じゃあ、その外側はじゃあ、出ていかなくても、はい、デモができるっていう。今のやつはそうですね。はい。わかります。すみません。ちょっともう今回はあれですけど、そういうネットワークだったら全然問題ないので。なるほど。もしまた次回の時はちょっとお借りするかも。はい、じゃあその時は、そのコースだったら、Wi-Fi が出ると思います。それがルーター持ってくれる方なんですけど、ちょっと荷物的にやめちゃったんで、ちょっとこれだと限界がありました。あ、すいません。あ、いいね。